それが食べられるのが東京大門にあるネジ兵衛。材料はこちらの品々。醤油ベースの秘伝のタレに漬け込んだ胸、レバー、砂肝、皮をさまざまな野菜と豪快に焼いていく。うまそう。濃厚な醤油ダレが肉と野菜によく絡み、酒のあてとして大人気。そしてクイズは渋谷にある焼き鳥三丁から。愛媛今治名物、有名人も多数来店する焼き鳥。今治市といえば日本有数の焼き鳥都市。今治の観光大使を務めるバリーさんも鳥をモチーフにしている。だが今治の鳥の焼き方は一風変わっている。どう変わっているのかというと、そう、鉄板焼き。さらに一番人気は鳥の尻側。これは串にも刺さず、このように鉄の板で押し付けながら焼いていく。すげえな。とここでチキンクイズ。一体なぜ今治では焼き鳥を鉄板で焼くようになったのでしょうか。相葉さん、焼いた油を、うん、いやブーだろこれ絶対。さあ、油関係ないです。ヒント、今治の方のちょっと気質に関係してますね。今治はこういう人が多いからこうなりました。はい、来ました桜井さん。みんなせっかちだから鉄板の方が、はい、せっやべえ、すごい、まさかの回答中にもうピンポンが鳴るっていう。はい、ということで、正解した桜井さんには三丁の焼き鳥のご褒美です。これもう現地だとね、もう店に来て皮とビールって言ってもう15分で帰っちゃうお客さんもいるぐらい、パッとこれ食べて出てくるようなね。どう違うのかね。尻側食べたい。いいっすね。パリパリ、うん、でなんかこう噛めば噛むほどって、あビール欲しいな。鳥ってやっぱそうなるんだね。いやそうね。ちょっと ビールある。勝者の特権タイム。さあ、今日の勝者の特権メニューはキンキンに冷えたビール。ないのって言った瞬間、持ってるスタッフが一歩下がりました。もう用意してましたよ。どうぞ思う存分乾杯して。いいな。焼きすぎることなくレアに仕上げられる。牡蠣から水分が出てきたら、その上にチーズをたっぷり、そして香り付けにシャンパン、最後に生ハムを乗せて完成。超おしゃれな焼き牡蠣。なんだこりゃ。生牡蠣とはまた違う、まろやかな甘みがとろけたチーズと一緒に俺の舌を包み込む。コメント別取りなんだ。そして鼻を突き抜く磯とシャンパンの爽やかな香り。まるで海にダイブしたようだ。さあ続いてスペイン、アヒージョです。まずはフライパンにオリーブオイルとニンニク、鷹の爪を入れる。香りが出たらマッシュルームと牡蠣を投入。塩コショウで味を整えれば完成、牡蠣のアヒージョ。いただきます。最高だね。よりなんかこう膨らみが出て、丸みと甘みがすごい強くなる。グラシアス。最後こちら、おいしんぼ。調理するのはおいしんぼ20巻に登場する山岡四郎が貝原雄山を倒した究極の牡蠣料理、中華風蒸し牡蠣。紹興酒と醤油を牡蠣に垂らし、白髪ネギを添える。そしておいしんぼは本来ここでパクチーを使いますが、私パクチー嫌いなんで三つ葉にしました。蒸すこと7分。おー、いいね。蒸し上がったら熱々のピーナッツオイルをひとかき、うん、完成、牡蠣のチンジョン風。
完璧だね。紹興酒と醤油のもう何とも言えない味付け、これによって牡蠣が全然違うものに変わるんですよ。いやーやるなー、おいしん坊。ありがとう。広島の海の幸に。最先端 IT 栽培によりハウス内の温度や湿度、日照時間、CO2 の濃度に至るまで徹底的に管理。そうして出来上がったイチゴは香りも甘みも外れなし。いやすごいね。一粒1000円もする超高級イチゴ。続いては千葉県の鳴川さんが趣味で作ったイチゴ。鳴川さんといえば品種開発研究者としてイチゴ界では知らぬ者はいないお方。そんな鳴川さんが開発したのがこのシンクのミスズ。通称黒いちごとも呼ばれ、酸味がほとんどない超甘いいちご。最大の特徴は中まで赤いこと。一般にはあまり出回らないこのレアないちごを商社へ。最後も超レアないちご。日本でわずか4人しか作っていないそのいちごは世にも珍しい白いいちご。その白さと大きさから幻と言われるほど希少価値は高く、過去には一粒3000円もの値がついたことも。いよいよここでクイズ。いちごはビタミン C が豊富で体に良いと言われていますが、食べ過ぎると困ったことが起こります。それは一体何でしょう。さあ分かった方、おっと来ました。桜井さん、トイレが近くなる。正解。なんで分かったんですか。いや山間です、ごめんなさい。いちご狩りとか行ったら帰りのバスは絶対トイレ行ってくださいみたいな言われるから、結構知ってる人もおるらしいんですけども、水分が多くてさらにカリウムが含まれているため利尿作用が高いということで、おしっこが近くなっちゃうという作用が多少あるという、ということで正解した桜井くんには高級いちご食べ比べのご褒美でーす。羨ましい。ちょうだいよ。同じのいっちゃいましょうか。Okay. キラピカから、キラピカから、おっとー、ここでスペシャルサービスタイム。ありがとうございます。映画プリティーウーマンでもおなじみ、いちごとよく合うシャンパンと一緒にお召し上がりいただきます。シャンパンを一口飲んだ後にイチゴをかじると絶品になると言われてます。シャンパンを行きたいんだよ。行きたいんだけど、ちょっとまず一口。あ、いいですよ。じゃあイチゴをかじった後にシャンパンって。でももちろんいいです。まずじゃあ行っていただきましょう。うわ、うまっ。おいしい。甘いし酸味あるし。